塩沢峠西方奥秩父山階の眺望林道、七久保橋総線との接続付近陽倉峠手前の通行止めゲート鬼鉾スーパー林道は、群馬県藤岡市から同県甘楽郡、南牧村観音に至るスーパー林道である。延長約 67.1km であり、関東地方の林道としては最長の部類となる。三ヶ穂山系の尾根沿いを東西に走り、南北の眺望が良い区間が続く。尾根沿いに連なる市町村境をなぞるため、東西に数多くの市町村を通過する。管理は各自治体が負っており、通過する自治体によって舗装路、未舗装路が混在している。北方及び南方から尾根に至る数々の林道や県道と接続している。2007年9月6日から7日にかけて関東地方を経て各地に大きな被害をもたらした台風9号の影響により、陽倉峠と林道七久保橋総線分岐点の間で大規模な斜面の崩落が発生した。通行止め区間の迂回のため、陽倉峠側はそこから分岐する八層林道を経て南方へ、反対側は林道七久保橋総線を経て北方へと抜けていた。2015年現在は復旧している。ありがとうございます。